私はですね、沖縄に向かいます。ただいま羽田空港におります。ちょっと周りに人がいるんであんまり大きな声出せないんですけど、今から飛行機に乗って、まあ、2、3時間ですね、沖縄です。年に1回はね、最低いつも行ってるんで、今年は初沖縄ということで楽しみですね。果たして天気がどうなるのか。じゃあちょっと今眠いんで、まだ午前何時だ今、もうちょっと6時ですね。早く飛行機に乗って仮眠取りたいと思います。では行ってきます。皆様おはようございます。まだバタバタしてるんで、この後ですね、レンタカーを借りて移動開始ですね。沖縄感ありますな、最高ですな。こんばんは、おはようございます。改めて、車の中なので大きな声が出せます。沖縄着きました。着いて今レンタカーを借りて、北上をしております。まあまだね、沖縄らしい景色という感じでもなく、天気も全然良くないんで、感動が全然ないですね。なのでもうちょい沖縄らしい景色のところまで、運転しちゃいたいと思います。その後は腹ごしらえですね、沖縄そば、楽しみにしてた沖縄そばを食べたいと思います。では後ほど。はいはい、ここが那覇市内ですね。右手の方に国際通りがあります。那覇市内、那覇近くにですね、人工ビーチがあるんで、波の上ビーチというところ、必ず行ってる場所があるので、そちら先に寄っちゃいたいと思います。では、はい、着きました。波の上ビーチですね。海の上を車が走っております。まだ全然泳げるみたいですね。結構います、人が。こんな感じの人工ビーチなんですよ。なんかね、ここは雰囲気が好きで来たくなりますね。そこにちなみになんかお寺みたいなのがありますね。でちょっと軽く下に降ります。はい、どうでしょう。ちょっとあれですね、濁ってますね。だいぶ昨日天気が悪かったのか、いつもより透き通ってない感じがしますね。まあ波の上ビーチはね、そこまでもともと綺麗ではないので、この後もう少しというか、まあ、綺麗な海をお見せできたらいいなと思います。じゃあもうここはいいかな。また運転します。カップルが羨ましいわ、本当に。沿いの下道でずっと行こうかなと思ったんですけれども、想像以上に遠かったので高速道路に乗ってしまっております。なのでしばらく海は見れないですね。なので先に腹ごしらえですね。
高速を降りて海沿いの道に来ましたね。やっと沖縄らしい景色、まあ、ちょっと見づらいですけどね、海が。しばらく走って沖縄そば屋さん、ちょっとね昼時だから入れるか分かんないですね。ただいま北の方、沖縄県の北の方で大きな都市ですね、名護市ですね。ここはいつも通ってるだけで降りたことないな、用がないな。まああと20分ぐらいですね。渋滞が結構ひどくて、渋滞がねすごいんですよ沖縄。早く抜けてほしいですね。はい、着きました。泣き陣そばですね。泣き陣そばさん初めて来ます。いい雰囲気のお店ですね。楽しみ、沖縄大好き。これね多分お休みだわ。もうこういうことがあるから嫌なんですよ本当に。なんでやってないの、もう本当。事前に電話するべきだな、沖縄のお店行くとき。前もそうだったんだよね、有名なお店、人気店行ったらお休みで、でその後探さなきゃいけないっていう流れ。あー残念、ちょっと次のお店探していきます。近くにあった道のそばというお店に行きたいと思います。こちらもね評価が良かったので楽しみです。あえー、そっちが来ました。いただきます。うまそう。はい、ごちそうさまでした。いやあのね美味しかったです。やっぱり沖縄そば、ソーキそば頼んだんですけど、大か中か悩んでちょっと怖かったんで中頼んだらやっぱ少なかったな。大頼めばよかった。で食べてる間になんと大雨ですよ。すごいザーって降っちゃいましたね。もう見ていただくと分かる通り天気悪いんで、この後怖いですね。この後はホテルのチェックインまで時間あるんで、ちょっと小売島という、小さな島に行きたいと思います。では後ほど。700メートル先左方向小売方面です。はい、今あの有名な小売大橋ですね。左にあの駐車場とか止められるスペースあるんですけど、駐車場あるんですけど、小売島に向かいます。このまんま、これちょっと映像じゃねこの橋の凄さ伝わんないんですけどね、外の景色も分かりづらいですよね。しょうがないか。はい、なんだここは、あの橋のたもとにあるなんて言うんでしょう、これ道の駅かな。いい雰囲気。これであのね綺麗な海があるのでそちらに歩いて向かいます。はい、着きました。小売ビーチっていうんですかね。結構やっぱり外国人観光客の方が多いですね。ちょっともう少しだけ近く行きますか。いやーあのねここ本当もっと綺麗なんですよ。ただやっぱり天気悪いせいか、あと風が強いせいかわからないですけど濁ってますね。綺麗なんだけどね、綺麗に映らないですね。いやー残念、ほんと天気重要。この景色いいでしょ。
だな。わかりますよ、こういうところでねゆっくりしたくなりますよね。わかります、わかります。あっちにもあるんですよ、たくさんのね和光堂がね、ゆっくりしてますよ、海を眺めながら。わかりますよ、いい雰囲気。おっと、はい、小売ビーチを見終わったので、小売島をぐるーっと回ります。これあの、まあ、いつものコースなんでね、時間つぶしですね。ちょっとねあれですね、やっぱり沖縄本島結構回数来てるんで、行く場所がね本島だとあんまりないですね。もうねやっぱり離島行かないとダメなのかな。やっぱりぐるーっと回ってるんですけど、カフェがねおしゃれなカフェ多いんですよね。ただ沖縄に来てそういうおしゃれなカフェって私ね一回も入ったことないんですよね。なんでだろう、なんかカフェでねゆっくりするっていう行動ができないんですよね。カフェ入って多分飲み物飲んですぐ出ちゃうと思う。まああと今日は天気がねやっぱりどんよりとしちゃってるから、天気が良ければねもっと気分良かったんですけどね。今日なんか特にゆっくりできたしね。はい、今小売島出ました。今ね前に時速30キロぐらいで走ってるおじいちゃんかおばあちゃんの運転する車いたんだけど、左折にウインカー出して右折していきましたよ。マジでね危ない、高齢者の運転で。あと小売島にカフェ多すぎ、おしゃれなカフェ多すぎ。意地で入んないからな、そういうカフェ意地でおしゃれしないからな。いやすごいですねここは、知らなかったけどめちゃくちゃいい通りですね。で広すぎてどこ行ったらいいか分かんないんで、これレンタサイクル借りた方がいいですね間違いなく。これはすごい。